フランチェスコ・ステルティ顕微鏡を使った観察による蜜チの基範がフランチェスコ・ステルティはイタリアの博物学者である。数学や顕微鏡学、文学、天文学の分野で働いた。顕微鏡を用いて観察した研究として最も古い蜂の研究を発表した。科学アカデミー、アッカデミア、デイ・リンチェイの創立メンバーの一人である。 マルケ州のファブリアーノの貴族の家に生まれた。法律を学ばせるために、ローマに送られ、ローマでアッカデーミア、デー・リンチェイの創立者のフェデリコ・チェイジラと親しくなり、彼らと1603年にアッカデーミア、デー・リンチェイを創立した。アカデミーの会員の中で自らをトデグレイデスと自称し、補助的な役割に回った。1604年にアーデミーが、 チェイジに悪い影響を与えることを懸念したチェイジの父親の意向によってファブリアーノに返された。パルマの大公に仕え、この頃昆虫の研究を始めた。1608年か1609年にローマに戻った。1610年に星会の報告を発表したガリレオ・ガリレイは1611年にアッカデミア・デー・リンチェイに入会した。 ステルッティがガリレオを称賛した書簡が残されている。1612年からアッカデーミア、デイ・リンチェイの事務的な仕事を担うようになり、この間、ガリレオの太陽国天論とニセ監視機関の出版に関わり、陰文の序章を執筆した。1630年に蜜蜂の全体と部分を顕微鏡を使って観察して描いた版画を含む論文を出版した。 これはガリレオがチェージに送った顕微鏡を使ったとされる。1624年にガリレオの分析者と共に教皇ウルバヌス八世の追いの数奇鏡フランチェスコ・バルベリーニに検定された。八は教皇の紋章の図柄であることから学会への支援を期待したものであったとされる。1630年にチェージが没するとアッカデーミアデー・リンチェイを 数機鏡バルベリーニをパトロンにしようと運動するが、成果はなく、アッカデーミア、デイリン・チェイの活動はやがて消滅した。ありがとうございます。